ジアムです。千葉対オリックスバファローズ、この一戦をお送りいたします。千葉の先発は右の佐々木、対するバファローズの先発は右の山崎、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の佐々木、マウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは福田。第9球、変化球ストライク、インローへ。第2球、投げた、ボール。第3球を投げた、スプリットはボール。第4球を投げた、打った、レフトへ持っていった、これはヒットになります。福田、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9、一塁ランナー走った、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。投球これから2球目、打った、痛烈な当たり、掴みました、ランナー二塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9、投げました、ボール。第2球、投げました、ボール。第3球は直球見送ってストライク。第4球を投げました、4球目ストライク。第5球、投げました、渾身のストレートを見逃す三振。バッターは4番杉本。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。投げました、アウトロー際どい球、ボール。第2球、ストライク。投球はこれから3球目、アウトコース低め、外れてボール。第4球を投げた、低め、ボール。投げた、打ちました、セカンドの左、セカンド、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。佐々木、ノーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。千葉、まずはゼロに抑えました。右の山崎、マウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、千葉攻撃に入ります。トップバッターは荻野。第9、投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球、投げた、ボール。第3球はボール。第4球を投げた、空振り、153キロのまっすぐ。追い込んで投げました、打ちました、胸バックしていった、レフト前のヒットになります。荻野、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9、投げました、見送ってストライク。さあ、次の投球、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、ボール。一塁へ牽制球を送ります。もう一回一塁へ牽制球。第4球を荻野、スタート、外れた、キャッチャー二塁送球、これはタッチアウト、盗塁失敗。これでランナーがなくなってしまいました。さあ、投球は5球目、投げました、149キロ直球、空振り三振。バッターは3番中村。第9、低め決まってストライク。初球ストライクから第2球、投げました、インハイ、直球は外れてボール。投球は3球目、投げた、スプリット空振り、バッター追い込まれました。さあ、4球目、見送ってボール。
投げた、流し打ち、どうだ、 T 岡田交代、ヒット中村、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、投げた、初球打った、ライナー破った、レフト前クリーンヒット、レフトからサードへ、マーティン、ナイスバッティングです。千葉先制のチャンスを迎えます。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、レアード、大きな声援が届いています。第2球、投げた、ボール。第3球、ストレートはボール。次が4球目、投げた、決まった、ストライク。第5球、投げました、スプリット見送ってストライク。さあ、6球目、ランナー一斉に、結局外れてフォアボール。これで塁が埋まりました。第1球、インコース高め、ボール。第2球、投げました、ボール。投球はこれから3球目、次が4球目、投げました、打った、ボテボテのサードゴロ、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。千葉三塁までランナーを進めましたが、先制点を挙げられませんでした。1回が終了しまして0対0です。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者、初球から打ってった、アルボール、投げました、流し打ち、サード右、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番 T 岡田。第1球、スプリットはボール。まずはインコース高め、投球これから2球目、外れた、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げた、直球ストライク。さあ、投球は5球目、投げた、ボール、アウトコース低め。さあ、6球目、投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで右中間へ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。ボールが点々と転がっている、バッターランナー二塁でストップ、 T 岡田ツーベースヒット、千葉先制のピンチを迎えます。背番号3、第1球、投げた、見送ってボール。第2球、打った、流し打ち、取りました、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球、投げた、初球はストライク、いきなり153キロ、投球これから2球目、打ちました、エチバリア、下がっていった、左中間へのヒット、紅林、いいバッティングを見せました。千葉なおもピンチが続きます。第1球、投げました、おつけて打った、打球はライトへヒット、ライト前ヒットになった、バファローズ1点先制、若月タイムリー、千葉なおもピンチが続きます。今の先制の場面、リプレイでご覧ください。さあ、ツーアウトランナー一塁三塁という場面で福田、今日早くも2回目のバッターボックス。第2球、投げました、見送ってボール。第3球を投げました、直球見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球はボール、一塁牽制、タッチセーフ。次は5球目、打ちました、ファール。さあ、6球目、投げました、打ちました、ファールボール。第7球を投げました、打った、レフト前に出る、取って、これで3アウトチェンジ。2回の表が終わって1対0、千葉先制点を奪われています。2回の裏、1点を追いかけます。千葉攻撃に入ります。先頭バッターは山口、第9球、投げた、カットボール見送ってストライク。さあ、次の投球、
投げた、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球はインコース低めいっぱい、見逃し三振。ここは3球で仕留められました。第9投げた、打ちました、初球打ち、右中間へのフライ、ライト前掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番松川。第9投げた、初球を打ちました、ファースト左横のフライになりました、ファースト落下点取りました。これで3アウト。山崎下位打線を三者凡退、0点に抑えています。2回の裏が終わりまして1対0です。バファローズこの回は2番からの好打順、トップバッターは宗。投げた、アウトコース高め、ストライク。1球目空振りから、第2球アウトロー際どい球、ボール。第3球高速スライダー、ボール。投げました、空振り、少し迷ったか。次は5球目、155キロ直球、空振り三振。バッターは3番吉田。吉田正尚。第1球投げました、ボール。投げました、スプリットはボール。投げました、3球目ストライク。さあ4球目、打ったいい当たりだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。吉田ナイスバッティングです。右バッターボックスは杉本、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げました、危ない球。投球は3球目、投げた、振っていきましたがかすっただけ。投げた、ストレートはストライク。第5球投げた、外角低め、スプリット外れてボール。第6球を投げた、高めいっぱい、見逃し三振。バッターは指名打者ホセ、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れている。初球を打った、ファースト真正面、レアード、そのままベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。バファローズファーストランナー残塁。3回の表が終わって1対0です。千葉この回1番からの好打順になります。先頭バッターは荻野、投げた、決まってストライク。1球目ストライクから、投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、1球外した、ボール。次が4球目、投げました、ボール。第5球投げました、打ちました、ライトへ持っていった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番藤原、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。バファローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。さあ次の投球、投げました、カットボール見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球はカットボールはボール、低め。第4球を投げた、流し打ち、どうだ、これは内野ゴロ、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには中村。第9投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。さあ次の投球、投げた、外角低めいっぱい、ストライク。追い込んでから投げた、インハイ際どい球、ボール。次は4球目、投げた、打った、ファールボール。第5球投げました、ストライク、見逃し三振。千葉打順トップからでしたが三者凡退で攻撃を終えています。序盤終了しまして1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは T 岡田。第9投げました、危ない球。投球これから2球目、打ちました、ファール。千葉ここは引っ張りに警戒します。打ちました、引っ掛けた、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番足立、第1打席はファールフライに倒れています。
投げました。ストライク。村本厳しいところでした。初球ストライクから投げました。ボール。第3球を投げました。ボール。投げた。打ちました。当たり損ねはショートゴロ。一塁へ送る。アウト。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは8番紅林。第9球これはしっかりキャッチしていました。第2球低め際どいボール。第3球を投げた。ストライク。インコース厳しい球。第4球はボール。投げた。アウトロー際どい球。ボール。第6球を投げた。打った。痛烈な当たり。センター前ヒット。クリーンヒットです。車いいバッティングを見せました。さあリプレイです。右バッターボックスは若月。今日2度目のバッターボックス。第9投げた。打ちました。セカンド左横のゴロ。中村ボールを掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。バファローズファーストランナー残塁。4回の表が終わって1対0です。4回の裏1点を追いかけます。千葉攻撃に入ります。先頭バッターは DH のマーティン。投げました。見送ってストライク。第3球ボール。第4球は打った。バファローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。さあ6球目打った。センター前進。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスにはレアード。最初のバッターボックスはフォアボール。内角低め見送ってストライク。いきなり153キロ。1球目ストライクから第2球投げました。打ちました。いい当たり。レフト前ヒット。クリーンヒットです。レアードナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは6番安田。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。さあ次の投球インロー際どい球。ボール。第3球は打った。いい当たりだ。ライナー。センター前クリーンヒット。センターからセカンドへ。二塁はセーフ。安田いいバッティングを見せました。千葉同点のチャンスを迎えます。バッターは7番山口。千葉一打同点の場面を迎えています。投球これから2球目打った。痛烈な当たり。二塁送る。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。千葉同点のチャンスを逃しました。4回までが終了しまして1対0です。バファローズこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは福田。第9投げました。おっとこれは当たった。デッドボール。左バッターボックスは2番宗。今日はセンターライナーと三振。投げました。ボールを2塁へ送る。盗塁を許します。ランナーを詰められてしまいました。初球ストライクからアウトロー。ボール。第3球を投げました。ストレートはボール。次は4球目投げた。ボール。次は5球目決まった。ストライク。第6球を投げた。打ちました。打球は右中間に上がった。ヒット。センターバックホーム。宗ナイスバッティングです。千葉なおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。
バッターは3番吉田。佐々木、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第1球、あっと引っ掛けた、取った、これでワンアウト、ランナーは一塁三塁、変わりません。第1球、投げた、直球決まってストライク、いきなり151キロ。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ、投げた、見送ってストライク、これで追い込みました。一塁へ牽制球を送ります。第3球を投げた、見逃し三振。佐々木降板、マウンド上は小野。厳しい場面での登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第1球、ランナースタート、キャッチャー二塁へ送球、セーフ、二塁はセーフ。ランナーを進められてしまいました。第3球を投げました、見逃し三振、小野見事なピッチングです。千葉、この回ツーアウト二塁三塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。5回の表が終わって1対0です。5回の裏、1点を追いかけます。千葉攻撃に入ります。この回のトップバッターはエチバリア。第1打席はライトフライに倒れています。さあ次の投球、投げました、インローを見送ってストライク。第3球を投げました、インサイド空振り。第4球を投げました、見逃し三振、低めいっぱいに決まった。バッターは9番松川。第1打席は内野フライに倒れています。1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、見送ってストライク。次は4球目、投げた、流し打ち、ショートバウンド、ボールを取った。T 岡田、うまくさばいています。これでツーアウト、ランナーありません。打順は1番に帰って荻野。第1球、ナックルカーブ、見送ってボール。第2球、投げた、見送ってストライク。第3球は打ちました、打球はサードの左、アウト、スリーアウトチェンジ。千葉、結局三者凡退、無得点に終わっています。前半が終わりまして1対0です。ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは T 岡田。第1球、打ちました、松川、余裕があります。ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは7番足立、今日はファールフライとショートゴロ。初球高速スライダー空振り、タイミング合いません。第2球、投げた、見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ、追い込んで投げた、打った、安田ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。第1球、もう投球、これから2球目、外角球空振り。第3球、ボール。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、ライトへの打球、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。小野、この回ピシャッと3人で抑えています。6回の表が終わって1対0です。千葉、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは藤原、今日は三振とサードゴロ、決まってストライク。まずは見送りました。1球目ストライクから、第2球投げました、危ない球、投げました、完全に外れた、ボール。投げました、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第5球投げました、打った、いい当たりだ、ボールはライナーで左中間へ、センター前ヒット、打球が転がっている、ボールは中継、藤原ツーベースヒットを放ちました、初安打。先ほどのプレーです。今日は安打を放っています、バッターの中村。ネクストバッターサークルに控えているのはマーフィー。
第2球、投げた、打ちました、ライトフライ、飛距離は出た、掴みました、ボールは中継、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球、ストレート決まってストライク、まずは見送りました。2塁へ牽制を送ります。2塁タッチセーフ、投げた、スプリットはボール。第3球を投げた、ボール。ダブローズ、ここは引っ張りに警戒します。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、三遊間、レフトバックホーム、マーティン、いいバッティングを見せました。千葉なおもチャンスが続きます。山崎降板、左の富山ホームランで逆転のピンチで登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球、ストレート、まずは見送りました。さあ次の投球、ボール。第3球を投げた、3球目空振り、投球これから4球目、打った、ライナー、やった、ボールは中継、千葉同点、1対1、レアのタイムリーヒット、今日これで2打数の2安打。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。今日は安打を放っていますバッターの安田、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球、ストレートはボール。第3球を投げました、決まってストライク。第4球を投げました、打ちました、これはライトフライになった、取りました、あと2塁ランナータッチアップ、千葉なおもチャンスが続いています。右バッターボックスは7番山口、今日は三振とショートへの併殺打。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、ストライク。第4球を投げました、打った、吉田落下点に入った、掴んでこれで3アウトになります。さあリプレイです。6回の裏が終わりまして1対1、千葉この回1点返して同点としています。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターは若月、第9球ストレート見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、危ない球、投球は3球目、投げた、ボール、投げた、打ちました、いい当たり、センター方向に持っていきましたが掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って福田、第9球投げた、外れた、ボール、投球これから2球目、打ちました、ファールボール。第3球は打ちました、センターへ飛んだ、ヒットになります。福田ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは2番宗、第9球福田、走った、投球ストライク、2塁送球、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。千葉外野は浅めの守備を取ります。第3球はボール。さあ4球目、危ない球、さあ5球目、アウトコース高め、空振り。第6球を投げた、打ったいい当たりだ、ボールはライナーでセンターへ、取りました、ランナー2塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球投げました、初球空振り、いきなり152キロ。さあ次の投球、打った、痛烈な当たり、ライト下がった、ワンバウンドヒットになった、ボールは中継、千葉ここで勝ち越されました、2対1。
勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。さあ、2アウトランナー2塁という場面で杉本、ここまで2打席で初球から打っちゃった。センター前に出る、取って、これで3アウトチェンジ。7回の表が終わって2対1、千葉1点をリードされています。7回の裏、千葉ラッキーセブンの攻撃。トップバッターはエチバリア、今日はライトフライと三振。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、打った、ファール。第4球を投げました、スプリットはボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げた、打ちました、ライト前進、ヒット。エチェバリア、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。バッターは代打角中。バブローズ、ここはバントに警戒します。ファースト取った、ベースカバーに入る、足立取ってアウト。さあ、得点圏にランナーを進めました。千葉同点のチャンスを迎えます。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、スプリット見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、引っ掛けた、胸下がった、落下点で構えます、掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、初球決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、見送ってボール。投球はこれから3球目、打ちました、アルボール。第4球を投げました、スプリットはボール、インローへ。投球これから5球目、変化球、空振り三振、低めの変化球にやられました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ここはピッチャーに軍配が上がりました。7回までが終了しまして2対1です。小野降板、右の国吉、今日3番手としてマウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球ストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、2球目空振り、これで追い込みました。追い込んでから第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、打った、これはヒットになります。ホセ、ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。バファローズ、ダイソーを起用します。俊足の佐野、一塁に入りました。バッターは6番 T 岡田、今日4度目のバッターボックス。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、一塁ランナー出た、投球ボール、キャッチャー二塁送球、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。千葉外野は浅めの守備を取ります。投球は3球目、投げた、打ちました、一、二塁間ライナー破っていった。 T 岡田、いいバッティングを見せました。千葉なおもピンチが続きます。バファローズ、ダイソーを送ります。小田、一塁に入りました。バッターは7番足立、今日はここまで3打数ノーヒット。ランナースタートを切った、外れた、二塁セーフ。ランナーを進められてしまいました。第3球は決まった、ストライク。第4球を投げた、打ちました、三遊間の打球、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。投げた、ストライク。第2球投げた、直球ストライク、インハイへ。簡単にツーストライクと追い込んだ。第3球を投げた、ボール。投げました、ストライク、空振り三振。今
今日1打点の若月。第9球投げました、打ちました、初球打ち、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。千葉この回ノーアウト二塁三塁のピンチでしたが、なんとか切り抜けました。8回の表が終わって2対1です。富山降板、右の比嘉、今日3人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。第9球投げました、見送ってストライク。第2球投げました、ボール。投げました、3球目ストライク。第4球を投げた、危ない球。次が5球目、投げた、ボール。さあ6球目、投げた、打った、ショートバウンド。安達軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、高速シンカーはストライク、まずは見送りました。第2球投げた、高速スライダー、ボール。第3球を投げました、空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、見送ってボール。さあ5球は5球目、投げました、ボール。第6球を投げました、打ちました、三遊間のゴロ、紅林取った、ショートから一塁送球、記録はヒット。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。先ほどのプレーです。バッターは5番レアード、これが4度目のバッターボックス。ストライク、まずは見送りました。初球ストライクから打った、ファール、一塁牽制、タッチセーフ。第3球を低め、高速シンカー、外れてボール。さあ4球目、外へ逃げるスライダー、空振り三振。アウトコースの変化球にやられました。アウトコース低め、スローカーブ、外れてボール。第2球投げました、ボール。第3球を直球ストライク。第4球を投げた、打ちました、紅林、ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。千葉ファーストランナー残塁、8回の裏が終わりまして2対1です。国吉降板、右の田中、最終回1点差でマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9球投げた、打ちました、切れていきます、ファール。投げた、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。伏見ナイスバッティングです。さあリプレイです。バファローズダイソー投入です。後藤一塁に入りました。バッターは2番宗、今日はここまで4打数1安打1三振、初球を打ちました、センター前に出る、取りました、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球投げた、初球はカットボール、空振り、初球空振りから打った、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ、吉田いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。今日2三振の杉本、第9球高め、外れてボール。第2球危ない球、振り返って2塁牽制球、もう1回ここで2塁へ牽制球を送ります。投げた、ストライク。次が4球目、投げました、ボール、外角低め。第5球投げました、5球目ストライク。
第6球を投げました。追っつけて打つ。打球はライト右へ。ワンバウンドヒットになる。ボールが転がる。ボールは中継。バファローズ1点入りました。杉本タイムリーツーベースヒット。千葉なおもピンチが続きます。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、佐野今日最初のバッターボックス。第9球投げました。外れた。ボール。第2球投げました。2球目ストライク。第3球アウトコース高め、外れてボール。第4球を投げた。打った。セカンドライナー。これで2アウト。ランナーは2塁3塁変わりません。第1球投げた。見送ってストライク。第2球投げた。ボール。投球はこれから3球目。カットボールはボール。第4球を投げた。内角高め、高速シュート外れてボール。投げた。5球目ストライク。第6球は打ちました。ファールボール。投球これから7球目。打ちました。エチェバリアバックヒット。レフトバックホーム。バファローズさらに1点追加。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。田中降板、右の川村今日5番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。バッターは7番足立。第1球ランナー走った。投球ボール。キャッチャーソン二塁はセーフ。ランナーを進められてしまいました。投げました。危ない球。投球これから4球目。ストライク。ここは1球見送ります。第5球投げました。インコースいっぱい。ストライク。第6球を投げました。打ちました。ヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かった。バファローズこの回4点目。6対1。リプレイをご覧ください。バッターは8番紅林。今日はここまで4打数2安打1三振。第2球内側いっぱい決まってストライク。第3球を投げました。決まった。ストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。見送ってボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第5球投げた。打ちました。ファール。さあ6球目投げた。外角低め。ボール。一塁ランナー自動的にスタート。三振。9回の表が終わって6対1。千葉4点を奪われています。比嘉降板、右の漆原今日4番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。9回の裏5点を追いかけます。千葉攻撃に入ります。先頭バッターは田村。第1球決まってストライク。いきなり150キロ。1球目空振りから、これもしかし空振り。第3球を投げた。外角空振り三振。田村全くタイミングが合いません。バッターは8番エチェバリア。初球見送ってストライク。まずは見送りました。1球目ストライクから2球目ストライク。早くも追い込まれています。同期は3球目投げた。インロー空振り三振。エチェバリア栄養にやられてしまいました。第9投げた。スプリットはボール。さあ次の投球スライダーボール。第3球を投げました。ストライク。第4球を投げました。インコース低め空振り。
このまま簡単に終わるわけにはいきません。追い込んで投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、杉本掴んだ、漆原取ってアウト、試合終了です。千葉敗れました。